六本木ヒルズなどを運営する森ビルは、災害時に逃げ込める街を提言し、建物の被災状況を即座に推測できるシステムを独自に開発するなど、都市防災力の向上を進めています。地表面震度5弱、建物躯体の損傷はありません。建物の重機転倒の可能性は低いです。さらに膨大な備蓄も。六本木ヒルズでは災害時の一時滞在施設として10万食の食料や生活必需品などが備蓄されているんです。毛布や医薬品のほか、新型コロナウイルスなどの感染症対策用品も備蓄されています。こちらが帰宅困難者を受け入れる場所になるんですか。はい、六本木ヒルズでは、こちらの商業ゾーンを利用しまして、帰宅困難者の皆様を受け入れようということでご用意をしています。また災害による停電に備え、都市ガスを利用した自家発電プラントが整備されていて、およそ1万世帯分にあたる1日あたり平均27万キロワットの電気供給が可能で、避難者を受け入れることができます。森ビルでは東日本大震災以降、港区と協定を結び、森ビル関連施設全体で1万人の帰宅困難者を受け入れる体制を整えています。東京の防災対策の今、最後は島嶼部の津波対策は。巨大地震とともに警戒が必要なのが津波です。2013年に東京都が公表した南海トラフ地震が起きた際の被害想定、新島では地震発生後およそ14分で最大30メートル程度の津波が到達するとされました。この試算によると、2300人の住民のうちおよそ6割にあたる1300人が亡くなると想定されています。沿岸部の平坦な地形に多くの島民が住む新島村では、東京都の被害想定を踏まえ、避難タワーや避難の対象外となる標高30メートルの高台に逃げるための避難路を整備。さらに東京都が管轄する600人を収容することができる港の避難所も設置されました。また島民およそ8300人の伊豆大島では1600人の避難者を受け入れる施設をおととし完成させました。そして港湾利用者が自発的な避難を行えるよう、港湾施設内に J アラートの津波警報などを伝達するための設備も設置しています。2011年3月11日、あの日を教訓に自治体、企業それぞれの安全対策は強化されています。震災はいつやってくるか分かりません。あなた自身の防災対策は本当に足りていますか。今この瞬間に起きるかもしれないのですから。